ケリー・アン・ポッドハースト・オームは、オーストラリアの元プロビーチバレー選手。シドニーオリンピックビーチバレー競技金メダリスト。南オーストラリア州アデレード出身で現在は、シドニー在住。1982年から、インドアバレーボール競技を始め、1990年までには、オーストラリア国内バレーボールにおいて、指折りの選手となった。1992年に、 膝の故障により負担の少ないビーチバレーに転向した。ビーチバレー競技は1996年アトランタオリンピックで正式競技として初採用された。ポットハーストとナタリー・クックはペアを組んで参加し、銅メダルを獲得している。同年、二人はビーチバレー世界選手権でも銀メダルを獲得し、日本で開催されたワールドツアーイベントのために来日している。 アトランタ以降、ポットハーストはクックとのペアを解消していたが、地元開催となる2000年シドニーオリンピックを前に再結成した。逸話直前に開催されたワールドツアーフランス大会とポーランド大会では銅メダルであったが、シドニー五輪では金メダルに輝いた。この主君に対し二人はオウムを受賞する栄誉に良くした。また二人は FIVB が制定した。 フェデレーションインターナショナルでバレーボールに選出されている。五輪後に一旦は現役引退を表明したが、すぐに競技生活に復帰した。FIVB の統計によれば、ポットハーストはビーチバレー選手として常にトップ10入りしており、1994年以降は6位を下回ることはなかった。2005年にはオーストラリアのテレビ番組セレブリティーサーカスに出演し、 シルバーズサーカスのスターたちと共にサーカスのトレーニングを行うシーンが放送された。2007年にバレーボールで遠道入りの境によくしている岩合光脇の世界猫歩きに愛病ボルトと出演した。ありがとうございます。